線とかで見たことあるからどうかな。よし、頑張りましょう。はい、あ、やってるね。ただあの子も絶対人生初猿だと思う。目覚めたら猿がいるっていうか、パニック起こしそうな状況生まれると思うから。ぜひぜひ一緒にお楽しみください。じゃあママと大根と大根スタートしていきたいと思います。だけでもう笑っちゃってんだよもう。それやめてじゅか、感じ悪いよほら。マジで猿っぽいから。やめて、もう気合い入れて頑張るぞって。行くぞ。まあまあまあってやめてもらっていいかな。スイッチ入れてよほら早くね。拍手くれって言ってるんですけど、ちょっともらっていいですか皆さん。すいません、ありがとうございます。ほら拍手もらった、ほらジェニーくん、頑張っていきましょう、ね、もうありがとうございます。はい、ね、皆様のおかげでスイッチも入りましたからね、もう始めていきたいと思います。はい、悪いけどもうちょっと後ろ下がってください。ね、どうですかこの立ち姿 ね、めちゃくちゃ姿勢いいでしょ。ほんでね、あの皆さん、あのまずね、こうあの忘れてほしくないのが、ね、この2本の足で立ってる状態、あのこれね、もうすでに芸なんですよ。ね、そうこれね、そのあまりにも普通にやってるからね、もう違和感ないと思うんですけど、あの冷静にね考えてください。あの山にこれいたら引くでしょ。ね、そういうことですよ。で、ちょっと今日はね、いかにこの2本足で立ってることが難しいのかっていうのをさらにレベル上げた状態でね、見てもらいたいと思います。はい、もう玉乗りですね。よし、頑張ろう。バックしてみる？うん、ちゃんとバランス取ってね。まず立とうか。大丈夫かな？立ったよ、大丈夫？OK、いける？行こうか。立って！頑張れ。はい、はい。転ばないように。立って！そうだ。ございます。あ、いいお客さんいるな。さあ、今からね、手離します。5秒キープできたら褒めてあげてください。いきますよ。せーの。いきますよ。オッケー。いいね。はい、これで笑った皆さん、俺と感性同じですからね。はい、もう立ってください。やりますよ。立って。頑張れ。行く。転ばないようにしよう。集中。行こう。さあ、マジで離すよ。せーの。1。2、3、4、5、 OK、 いいね。ありがとうございます。じゃあこのまま勢いに乗って2本足で一周頑張ります。スタート。転ばないでよってやってみよう。落ちた。今日早いよ、じゅうくん。立って、もう一回もう一回頑張れ。絶望してんなって、ほら早く立ちなさい。頑張れ頑張れ、ほらな、いい、ちょうどいい。ほら皆さんにこの難しさ伝えるためにやってるからね。こっち来なさい。頑張れ頑張れ、ほらもう一回チャンスください。いきますよ、頑張れ。立って、いきますよ、頑張れ。 OK、 頑張れ頑張れ。いけるか、どうだ、そうだ、そこまで超える。転ばないで、気をつけて。どうぞ、どうぞ。地面ボコボコだからね。耐えろ耐えろ耐えろ。さあ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 、頑張れ頑張れ。真ん中来たら大きな拍手お願いします。いいね。ありがとうございます。はい、OK、上手だったよ。ね、よかったよ。はい、さあ、じゃあね、もうここからですね、ちょっと近くね、もう紹介させてもらってね、後半頑張っていきたいと思います。じゃあ、悪いけど、もうちょい内側来てもらっていいかな。じゃあ、立ち位置考えてください。横並びでいきましょう。もう2歩ぐらいバック。はい、ね、顔も前向けてください。
ください。じゃあ皆さん多分ね台車が通りますんでもうちょい前来れますか。ぎゅーっとどうぞよろしくお願いします。前の方ギリギリまで来ちゃってくださいね。台車が通ります。すいません、ご協力ありがとうございます。はい、さあ手順悪いけどね、あの体がなんかこっち向いちゃってる。言葉もちゃんと分かってますからね。皆さん忘れちゃダメですよ、これ猿ですから ね、 ね、もう今年でね、モテ君でね、もう芸歴が10年目に突入しましてね、まあ、もう偉い長いことやらせてもらってますんでね、言葉もちゃんと分かるというわけなんです。前向いて、顔こっち、はい、そうね、他にもね、手挙げてって言ったらちゃんと考えて手挙げてくれるし、ね、もう空飛んでって言ったらちゃんと無理ってなりますからね。でも結構受けたんだよ始めていきましょう。さあ本日お付き合いさせていただきます、我々、ね、日光猿軍団劇場からやってまいりました、反省でおなじみ太郎次郎一門の人間ジュニアとお猿のジュニアでジュニアジュニアと申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ちょっと頭つけてくださいね。時間早く、はい、ね、ちょっとマイペースだ。はい、時間立てよう、頑張っていきましょう。さあ、じゃあまずはね、もう特技ですね、もうハードル使ってハードルジャンプ行ってみたいと思います。頑張ってよ、じゃあ当たってください。どうしたのかな。肘の花見の後にしてもらっていいかな。プライベートじゃねえんだ、今日仕事なんだもん。こっち向いてください。花見してる、お花見てないでよ。お花見してる。前こっちですからね、カメラも意識すんな、俺。カメラ意識してるな、俺。こっち向いてくださいって言ってます。聞いてますかね、そのまあまあまあって言ってます。まあ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 。はい、ムカつくんですよ。行きましょう。さあ、ルール説明させていただきます。これ、飛ぶとき倒しちゃいけない。もうただそれだけですね。はい、あの、もしもね、倒したらその場で終了とさせていただく、非常に厳しい芸なんで、あ、倒したね。終わり。終わりじゃん、マジでやろうや、ほら。急いでよな。頑張ってくださいよ。はい、真剣に行きましょうね。さあ、頑張ってよ。アドリコ頑張れよ。っしゃー、はい、もう無事になっちゃう。頑張ってください。さあ、じゃあどんどんね、数を増やしていきます。続いて2つですね。頑張れー、なんとそう、まとめてジャンプ。いいね、ありがとうございます。さあ、じゃあもういよいよです、いっちゃいましょう。限界の3つ、ね、ありがとうございます。いいリアクションもらったよ、ほら。袋舐めてる場合じゃないから、ね、頑張ってよ。匂い嗅がない、それ見慣れたやつだ、それ。頑張れ。さあ、もう一気に飛び込みます。成功したら褒めてあげてください。よー、頑張れ。絶対行くでしょ。ジェニーね、だらっとしちゃダメなのね。頑張ってください。できるから自信持って。ほら、すいません、もう一回チャンスください。頼むよ、集中。よっしゃー、前もめちゃめちゃ調子いいですからね。さあ、じゃあ今日はね、もう高さも挑戦していきたいと思います。もう一気にいきますよ。なんとね、限界の3段。ございます。もう今日はね、4割ぐらいの方がええと言ってくださいました。もうね、いつもだと全員揃ってあの、とかね、言っていただけるんですけどね。今の皆さんのリアクション聞いてどう思った今。待て、すいません、もう皆さんあっての僕らですから。じゃ あ、 あの皆さん A だとね、なかなか言いづらいと思うんで、あの O にしません、あの全力の O をください。いきますよ、もうなんとこちらです。おー、最初これやってください。身長と比べてください。あのよく見たら分かるんですけど、これね、ジュニアの身長の約なんですけど、2倍の高さになってるのが分かる。塾大変バレてますよ、これ。はい、じゃあその手頑張ってよ。さあ、行きましょうね。探偵三段です。さあ、もう今日皆さんめちゃくちゃ声出してくれたんでね、ちょっとですね、今からジュニ君の本気をね、皆さんに見てもらいたいと思います。ジュニ、立ってて、ダメ。
手ついたら絶対失敗する。立ってそうだ、こっち向いて、よそ見しない、集中。まあまあまあ、やめなさい。向かったらやめてくれ。頑張ってよ。さあ、もう行きましょうね。さあ、なんとですね、今から皆さんに見ていただく技が日本でジュニアしかできない芸なんです。違う、集中して、ね、マジでそっち側のお客さん同じような写真しかなくなるから頑張れ。こっち向いて、日本でね、行きましょう。一瞬ですからね、まばたきなしでご覧ください。頑張れ、いくよ、全中。あっ、あのあーっていうのやめてもらっていいですか。失敗じゃないんです。今のがハードル前中、ハードル崩しっていう芸なんです。わざとです。嘘です。ジェニーで今ほら予想見してたからだよ。ちょっと待ってください、葉っぱを食べるな。ダメなの、ね、ジェニー過去にね、 YouTube に上げたあの成功した例があるから、ちゃんと自分で確認しなさい。自分がどうやってうまくいったのか。携帯の見てる。誰か突っ込んでもらっていいですか。そんなわけないでしょ。いいからもう頑張ってよ。すいません、もう一回チャンスください。頑張れジュニ、集中。本当にね、全中できるのジュニしかいないんですよ。もう前中した後そのまま前転いきますからね。前へ向いて頑張れ。はい、じゃあ今日のね、最後のゲー行ってみたいと思います。ありがとう。未来でしょ、もう皆さんコンビ愛ですよね。やっぱね、なんやかんや言ってねえかってお互い思い合ってるわけでしょ。もう邪魔なんだお前、ほらお前13キロあんだぞ。ほら12、あ、頑張ってね。はい、じゃあ行きましょうね、最後のゲー突入です。どんなゲーかは見てのお楽しみです。あれどんどん行きましょうね。もう間を広げていきたいと思います。休むタイミングは考えなさいね。今は絶対違うだろ。降りて、早く降りて。ちっちゃい抵抗やめてもらっていいかな。早く降りなさい、急いで。いいか、ヒークレンズ、ほら急いでくださいよ。頑張ってね。さあ、行きましょうね、もう一回、2回目。そう、飛んで逆立ち。そうだ、ありがとうございます。さあ、頂上。あれ、できてねえんだよ。なんでそっち限定なんだよ。前こっちだ、前ね。ちゃんとお前そ、まあまあやめろそれ。なだめんな、いちいち。もうこれ。ね、本当まあでもね、わかんなくもないんです。もう結構ハードなことやってるし、あの、ね、もういつ限界来てもおかしくないと思うんですよ。え、なんで、もうじゃあ今日はね、限界。もうちょっとウケる予定だったんですけどねえ、演技力高すぎんだよお前。今わーって地獄みたいな空気流れたぞ今。あのさあね、ごめん、もうちょいわざとらしくやろう。じゃあ今から俺がなんと限界が来てしまいましたって振るから、順に同時にバタン。いいね、もうこれだったらね、結構わざとらしさ出るから話聞けよ。ほら不意にやるとあーの人数が増えるんだ。いいか、とにかく言い切るまで待っとけ。行くぞ、はいも耐えろ、はいも。なんと限界が来てしまいました。遅すぎんだよ。どんだけ耐えんだよ俺。
から、ね、すいませんでしょ、こっち来なさい。はい、もうね、こうなりかねないってことですよ。こんなんで、もうバーバッと広げてね、最後それ飛んで終わりにしたいと思います。はい、もうしてる何かを食べないようにお願いします。じゃあ行きましょう、最後の広さです。こちら、気持ちがいいですね。ありがとうございます。さあ、今日はね、このなんで戻そうとしてる。ジェニーな、いい、ダサい、ダサい、ダサい、ほら、もうこっち来なさい。ダメなんじゃ。さあ、せっかく皆さんこうやって声出してくれたじゃん。な、だから俺たちゲーで返すんだよ。これ飛んだら絶対みんな感動してくれる。また、いいね。頑張れ。何してんの。頑張れ。おかしいだろ、なんでお前行けってなってるの。俺じゃねえよ、ジュニが行くんだよ、頑張れ。いいから、あ、うるせえ、できっから、頑張れよ。めちゃめちゃ可愛いじゃねえか。できるから早く泣くな。ジェニー、隙間から反応見んな。お前左目見てるぞ、それ。もうね、すいません、ちょっと拍手で勇気分けてもらっていいですか。反応ありがとうございます。ジェニー、ビヨーンってすんな、ほら。ねえ、ほら、皆さんの拍手聞いて今どう思った。今ね、無理、バカ野郎。そこは行けよ、ほら。頼むからね。はい、さあ、それではお待たせいたしました、ラストジャンプ行ってみたいと思います。じゃあですね、皆さん最後ちょっと手拍子もらっていいですか。手相手することで結構です。終了なんですが、実はですね、皆様、お帰りになられる前に最後1個だけ大事なお願いさせていただけないかと思います。あの、実は我々コンビがこうやって皆さんの前で楽しく芸をすることができるのは、皆様からの温かいご声援、そしてご理解であるご祝儀のおかげでございます。今日なんですけど、こちらの大変非常識なサイズのザル、いただきました。はい、これ持って回っていくんで、どうぞよろしくお願いいたします。でね、ちなみになんですけど、純くんが一番大好きなものがですね、神、どうぞ参考になればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、純くん立ってください。貴重な時間、最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、じゃあすみません、ちょっと目の前とんでもないもの見えてますんで、ちょっと前から行きたいと思います。いいかな、もう神に見えたんだ。ありがとうございました。じゃあこちらも失礼いたします。